はい、皆さんこんにちは、しんです。本日はですね、まあちょっとインスタご覧になっている方も知ってるかと思うんですけども、僕が実際にやってるルーティンをこれからプッシュ、プール、ファットバーニングの3つですね、これを各週で1個ずつご紹介していこうかなと思ってます。で、本日はですねプッシュルーティンを実際が僕がやってるやつをお届けします。それではお楽しみください。From the south side, we warriors. My bloodline vainglorious. My storyline victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here, we out here. We all in, no doubt.まず、まあ、僕がなぜじゃあ最初に1週間の今日始めたとしてプッシュルーティンから始めるかっていうと、シンプルです。この理由は一番僕が得意だからです。なおかつ一番モチベーションが上がるからです。皆さんも別にどっから始めてもいいし、プッシュでもいいし、プールでもいいし、ファットバーニング、どっから始めてもいい。ただそれを、まあ、やるんだったら一番自分がこうモチベーション上がるやつを一番週の初めに持ってきた方が、その週のこう、ね、モチベーションが続くので、僕の場合はプッシュルーティンです。はい。で、僕がプッシュルーティンやるときに、まあ、プッシュルーティン、そもそも腕立て伏せがメインですね。で、フォーカスするのは肩と胸と三頭筋です。この3種類ですね。はい。で、今日はですね、だいたい6からいつも8種目をスーパーセットで僕行ってるんですけど、今日は6種目でやっていきます。それでは最初は、ハンドスタンドプッシュアップからですね、やっていきましょう。はい。一発目、ハンドスタンドプッシュアップとタックプランチプッシュアップのスーパーセットです。ハンドスタンドプッシュアップ5レップいきましょう。じゃあもう休憩挟まずにそのままタックプランチプッシュアップ10回ですね。もうすでに自分の肩がパンプしてるの感じますね。はい。じゃあ次、肩をやったので次は胸に行きます。次行きましょう。まあ1分間休憩挟んでもらいます。はい。で、次は胸を鍛えていきますね。最初はアーチャープッシュアップです。もう今日僕は14かな、行きます。しっかりと伸ばしていきましょう。ストレートで、オッケーです。じゃあこのまま休憩を挟まずに息を整えてから、次は、オープン&クローズプッシュアップですね。16レップいきましょう。もう胸が取れそうです。次、ラスト3セット目いきましょう。はい。1分間休憩挟んでもらって、次3セット目ですね。はい。今まで肩を鍛えて、あと胸の、まあ、内側と外側を鍛えてきたんで、最後は胸の下部分を鍛えていきます。最初はリングディップス10レップいきましょう。まあリングディップスできないという方は普通のディップスでも構いません。はい。じゃあ最後、休憩挟まずにそのままストレートバーディップスやっていきます。こちらリングディップスに比べて負荷がちょっと低いので、レップレンジちょっと高めの15レップでいきましょう。こちらでが最後のメニューですね。はい。じゃああと残り、まあできる人は3セットやってください。で、ごめんなさい、できる人は4セットですね。で、できない方は最低でも3セットやっていきましょう。
お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。本日も最後まで動画見ていただきありがとうございます。まあ、今日僕が紹介したプッシュルーティンなんですけども、まあ、見ていただいて分かった通り2種目のスーパーセットを1セットとして、それを僕の場合3種目から4種目やります。で、その種目間、セット間はだいたい1分間のインターバルを挟みます。で、最終的に1ラウンド終わったら2ラウンド目に移るまでにインターバルで2分からだいたい3分の休憩を取ります。で、トータルでだいたいもう本当に30分強から長い時で1時間ぐらいですね。それぐらいです。本当それぐらい進みます。なのでよかったらぜひ試してみてください。で、あとハンズさんのプッシュアップ、ハンズさんのプッシュアップ最初にやったやつ、あちらのチュートリアルも次回ね、まあ後々、次回じゃない、後々紹介していく予定なので、そちらも出来上がったらぜひ見てください。来週は次プールルーティンですね、はい、ご紹介していきますのでお楽しみにお待ちください。それではまた来週 お会いしましょう。はい。From the south side, we warriors. My bloodline vainglorious. My storyline victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here, we out here. We all in, no doubt here.